工房節の永田です。くさびと書いて、節と呼びます。はい。8月はそうですね。はい。仙台のイベントが20日の日にあります。で、次、9月は岐阜県の大垣市、川崎文具店さん。昨年と同じく9月に川崎文具店さんの方でイベントをやらせていただきます。はい。日にちですね。9月の23、24、25の3日間、金、土、日ですね。はい。9月は3連休2回あるんですけども、後の方ですね。はい。で、また、はがきでの募集あるんですけど、工房施設のイベントのまとめってやつですね。はい。沼地さん、YouTuber の沼地さんがね、はい、作ってくれた、あちらを見ていただけると、はがきの書き方ね、うん、参考にしてください。で、今回は、工房施設に送るのではありません。川崎文具店さんの方に送ってください。すべての抽選等を含めて、まとめは、すべて今回は、川崎文具店さんが行います。工房施設の方に送っても、僕、なんともできませんので、はい。絶対に間違えないように、よろしくお願いいたします。はい。はがきですね。今月中、はい。8月31日までに送ってください。はい。消印有効なんですけども、結構遠いとね、本当に1週間とかね、平気で今はがきかかっちゃうので、なるべく早めに出していただけるとありがたいです。でね、まあ、すぐ抽選を、まあ、全部来てからですね、はい、抽選を行って、12日までに返信がないということでしたら、また川崎文具店さんの方に、連絡をして、確認を取ってください。まあ、こういうことをずっとやってきたわけですが、まあ、よくね、僕の方に連絡が来ることが多々あります。僕では何ともしようがありません。僕自身がちゃんと、抽選をして、僕のとこに来て、僕が抽選をして皆さんに返したやつは、僕が責任を持ってやるんですけど、店舗さんがやったものに関しては、僕全く感知してないので、はい、店舗さんで送ったものに関しては、もう店舗さんでお願いします。修理と同じですね。はい、お願いいたします。はい、というわけで、まあ、書き方、こちらの方、画像の方、貼っておきますし、川崎文具店さんの方もホームページの方に、こちらの方、全く同じものですね。はい。リンクというのか、宣伝として貼ってありますので、そちらの方をね、ちゃんと見て書いてください。お願いします。でね、基本的に、本人様、まあ、一家族一枚ということですね。友達同士とかはね、おやめくださいね、ということで。で、付き添いの方はね、名前書かなくて大丈夫です。付き添いの人数さえちょっと別で書いていただければというとこですね。はい。一応、希望日。まあ、3日間ありますね。金曜日か土曜日か日曜日かということで。そうですね。まあ、金曜日、まあ、お休みですので来れる方多いのかなとは思うのですが、まあ、土曜日しか来れないとか。日曜日しか来れないという方がね、その初日、金曜日に当たるということはね、やっぱり避けたいと思います。なのでね、第一希望もうこの日しか行けませんということでしたら、その日にちだけ書いていただければいいですし、いつでも大丈夫っていうことであれば、問題、どれでもいいですよって書いていただければ。ただね、多分ですよ。いつもの感じから行くと、金曜日しか行けませんってなっても、金曜日、多分めちゃくちゃ皆さんね、来たいって言われる方多いと思います。もう絶対に金曜日しかダメって言っても、外れることはありますので、もうその辺だけはね、ご了承ください。はい。ただ多分ね、土曜日と日曜日だったら多分ね、希望を書けば、はい、間違いなくっていうところですね。もうどうしてもやっぱりね、初日に来たいというお客様がね、多いです。まあ、やっぱり、僕のイベント、まあ、今まで全部そうなんですけど、作ったもの、
基本的にはもう初日にね、全部出しちゃいます。重複してるやつは、まあ、なるべく、出さない、半分しか出さないとかっていうふうにするんですけども、基本的に出せるものは全部出していきます。なので、やっぱり本数が少ない、まあ、貴重でね、なかなか1本しか作れない、2本しか作れないとか、5本しか作れないとかっていうものはもう大概全部出しちゃいます。そのためにやっぱりどうしても皆さんね、初日に来たいという方が多いです。はい。その辺はご了承ください。はい。ちょっとね、はがき。今回はちょっと書いていきましょうか。買ってくるとこのようにして、折らずに、はい、郵便局さんで渡されます。はい。で、青の方針と緑の返信があります。折らずにね、はい、このままで。はい。まず、川崎さんとこの住所書きましょう。お気に入りのペンで書いてくださいね。ただ、消えるもの、鉛筆とか、まだまだ暑い日が続きます。フリクションとか、その消えるペンってあるじゃないですか。熱で。こすって消えるやつですね。あれはやめてくださいね。はい。必ず、ボールペン。まあ、油性ペンでも構いません。水性ペンでも大丈夫です。万年筆でも構いません。はい。消えないペンで書いてくださいね。はい。お願いいたします。はい。郵便番号が 503-0904 ですね。はい。岐阜県、大垣市。霧が先町64。呼吸書きすぎた。失礼いたしました。はい。で、川崎文具店様と書きましょう。こちらにはね、雪って書いてあるんですけども、基本的に手紙とかハガキとか送る際は相手の方は必ず様をつけましょう。ここにはね、何も書かないでください。ここに時間帯等が、日にちと時間帯等が、書いて、返信書いていきます。そして、いわゆるこの、書かなかったところの裏が、はい、皆様に行くやつですね。はい、こちらの方をね、まず書いていきましょう。はい。ご自身の住所を書いていただいて、観覧する方のお名前書きましょう。はい。はい。で、もし親子で見られる場合、付き添いの方はなしで、ね、商品が欲しい方のみ、商品買いますよ、買いたいんです、見たいんですっていう人。ただ単に見たいなっていうぐらいだったら、全然パッと見るぐらいはできると思いますし、2箇所に多分分かれると思うので、はい、ペンを購入したいなっていう思う方ですね。まあ、親子、兄弟なり、名前を書いてください。はい。でね、ここ、僕はね、ここにもうすでにサマーって書いてくださいっていうことを言ってます。で、サマーを書いてない人は基本的に、順位が後になるんですけども、川崎さんはそこまで言わないので、はい。往復はがきとかね、こういう場合はですね、本当はね、真ん中からちょっと右側にずらしてね、雪って書くんですよ。当てでもいいんですけど、雪。真ん中にちょっとずらしてね、雪。そうするとね、川崎さんがね、でピッピッて。ピッピッってやってね。こうやって。書いてくれるんですよ。はい。これが、こうやってやって送ってくるのが、その、
往復はがきの基本的なやり方っていうのか、うん、マナーみたいなもんですね。はい。まあ、なので、もう最初からこういうふうに、手間でしょっていうことで、やってくださる方、優しい方、やっても大丈夫です。はい。でね、まあ、公募説。イベントと書いて、はい。観覧する方。で、お母さんも来ますよ、ということで、ここにも書くんですけど、本人を含む来店する人ね、お母さんも来ますよってことしたら、ここに3人って書いておいてください。ただ、観覧する人はここの人数で決まっていきます。はい。でね、ご住所ね、はい。何かのために一応書いておいてください。ちょっと訳します。はい。で、希望日ですね。希望日。第一、やっぱ金曜日。第二、土曜。日曜日ちょっと、いけないなと思ったら、第二希望ぐらい。はい。第三希望まで書いてもらっても構いません。このようにしてね、書いてもらって、はい。そしたら、こちら切って皆様のもとへ届きます。はい。というわけで、また注意書きね、ゆっくり読んでお願いします。はい。早めに出してくださいね。お願いいたします。はい。まあ、仙台の方、まあ、イベント準備が終わっても荷物を送ったんですが、当然ね、川崎文具店さんの方にもね、いっぱい持ってきます。大体、どんなものを持っていくのかなっていうのは、仙台のイベントのやつを見ていただけると、わかるかなと思います。まあ、数が違えと、よっぽど、たくさん種類がなくなるってことはないです。大体同じものが持っていけると思います。新しい材も増えたりもします。ちょっと今わかりませんけども。はい。特になんだろうな。うん。そうですね。チタン。アジアンローズウッド。まあ、サイアミズローズウッドって、まあ、最近言われてるんですけど、もともと日本ではもうアジアンローズウッドですね。本チタンのね、ちょっとした木のやつ。ペンシルで1万5000円だったかな？うん。やつが、ルーチペンとペンシルと2本ずつ作っております。はい、そんだけしかなかったので。で、仙台に1本ずつ持ってきました。川崎さんのところにも1本ずつ持っていきます。仙台に売れなければ川崎さんのところに全部持っていきます。はい、サイアミズローズウッドって言われてるやつ。まあ、どうしてもね、すごい縮みがすごいやつ。あれもね、まあ、どうしてもしたんじゃないのでね。まあ、僕はシアメスって呼んでるんですけど、そいつらもね、頑張って、5本以上ずつ。うん。ルーチェペンも、あれも5本以上ずつ。で、プラス、仙台で余った分を川崎さんのところに持っていきますので、はい。まあ、黒柿とかね、あと人気なのはなんだ。と、デザートアイニャントのコブとか、ローズとのコブとかね。はい。ああいうのも、イベントで余っていいやつはね、次のイベントに回していきます。なかなかそういうやつはね、ベースさんでの販売なかなかないです。そうだ。一番確率的に高いのはね、ローズウッドのバザイです。はい。多分あれめっちゃ高くなったんでね、多分売れない。うん。ので、一応川崎さんのところには、ペンシル2本、ルーチェペン2本、そしてフィーネペンが3本ということで。はい。で、フィーネペンもね、いっぱい作ります。はい。頑張って仕込みしておりますので、川崎さんのところには仙台よりも数多いかなという感じです。そして、まあ、なんとかね、また新商品とかもね、出したいなとは思っているんですけど、多分間に合わないな。今年中に出せるんだろうか。まあ、今こんなこと言ってもしゃあないですね。はい。というわけで、まあ、ひとまずね、まあ、いっぱい作っています。はい。いっぱい作っています。
限定的ないいやつもね、たくさんあるかなと思います。もう、まあ今までのイベントね、春のイベントね、ずっと見ていただければいいなと思うんですけども、まあ特にやっぱり初日いいのが並びますし、まあ、個展、新宿の個展以外でしたら、まあ大体他のところ全部同じような感じで持ってっておりますので、まあ、極端にいいものがない、限定的なものがないようなイベントはありません。はい。必ずその時その時でいいもの。はい。こう、説が思ういいものですね。うん。そちらの方を作って持っていきますので、またぜひぜひ川崎さんとこのイベントの方もご参加ください。まあ、地方、ある程度ね、まあいろんなとこ行こうかなとは思っておりますので、まあなるべく近くの方に来ていただくのはありがたいですし、まあもちろん3連休です。まあ、岐阜に旅行がてらとかね、いうのでちょっと遠くから来ていただけるので、毎年まあそういう方が何もいらっしゃいますので、もう全然大歓迎です。はい。というわけで、まあたまたまここに休みがあるという方もね、もうぜひぜひ大歓迎ですので、はい。来てください。はい。ではでは、はがきお待ちしております。よろしくお願いします。